ヤヌシュ・アレクサンデル・サングシコは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、公、オストロフの第7代オルディナト。1735年より、リトアニア憲法次官、1750年より1760年まで、リトアニア宮内副長官の任にあった。リトアニア宮内長官パベウ・カロル・サングシコ公と、王官僚宮内長官ユゼフ・カロル・ルボミルスキ公の娘、マリアンナの間に長男として生まれた。サングシコは、政治に興味を持たず、一族が、それまで集めてきた財産を贅沢に浪費することに、その生涯を費やした。多額の借財を作った、彼は1753年、母親から相続したオストログスキへのオルディナツヤを手放し、これをチャルトリスキ家とその同盟者の一門、ファミリアの人々に分割贈与することに同意した。トランサクツィア・コルブショフスカと呼ばれた、この取り決めは、ファミリアと敵対するヘトマンのヤン・クレメンス・ブラニツキの反対を受けたが、1766年に最終的に政務によって承認され、オストロフのオルディナツィアは解体した。ありがとうございます。